2005年の千葉ロッテマリーンズでは2005年の千葉ロッテマリーンズの動向についてまとめる。この年の千葉ロッテマリーンズは2回目のバレンタイン監督体制の2年目のシーズンである。シーズン序盤は4月後半から12連勝、5月開始の交流戦で初代優勝を飾るなど首位を改装した。しかし6月に入りソフトバンクが15連勝し、その間に ロッテは、貯金を重ねることができずに首位を明け渡すと、再び首位を奪うことができずに、シーズンを2位で終了した。プレーオフでは、第1ステージで西部を2勝0敗で破り、第2ステージでソフトバンクを3勝2敗で破り、1974年以来の31年ぶりのパリーグ優勝及び日本シリーズ進出を決定した。そして、日本シリーズでは、阪神を4連勝で下し、 これも31年ぶりの日本一に輝いた。戦力としては、渡辺俊武を中心とした、先発投手陣6人が10勝以上を挙げ、裕福と呼ばれた矢豚、藤田、小林忠のリリーフ陣も活躍し、リーグトップの防御率を誇った。野手陣も3割打者を4人擁し、強力な打線を形成した。規定で、プレーオフ勝者が優勝チーム本節では、 シーズン開幕前の入団について記述する。ありがとうございます。